皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、今こそチラシをというテーマでお届けいたします。私は会社員時代10年間で約3000枚の紙媒体ツールを作成しました。紙媒体ツールというのは、チラシだったりとか、ダイレクトメール、ハガキですね。そのようなものを指します。当時ですね、今から考えてみると、チラシ、いわゆる紙媒体のカラーものですよね。カラー刷りの、例えば B さんの両面の新聞折り込みチラシであったりとか、あとは会社案内などのパンフレットであったり、非常に高価なものでした。1色刷りと2色刷りと4色刷りというのがありますけども、フルカラーは4色刷りです。で、1色刷りというのは、例えば黒色の1色とか青色の1色でするわけですけども、値段は1色と4色とは段違いに違いました。1回のですね、折り込み、例えば B さんの両面カラーを4万部ぐらい印刷する。そして、新聞で折り込むとですね、40万というですね、費用がかかりました。まあ、それ十分ですね、それに見合った、売り上げは上げられた時代ではありますけども、とにかく、その紙媒体の価格が高いというですね、印象をお持ちの経営者の方もいらっしゃるかと思います。これがですね、およそ2000年ぐらいまでのことです。その後、紙媒体の印刷代というのはですね、徐々に価格が落ちましてですね、今ではどのぐらいかと言いますと、例えば A さんの両面カラー刷り、A3、A4 かな ?A4 の両面カラー刷りで、2004年とか5年ぐらいですね、地元新潟の印刷屋さんで、数にしたら2、3000部だったと思うんですけども、見積もりをしてもらったら、安いところでですよ、7万円でした。7万円。そして、プリントパックというですね、その当時、やはりネット上を賑わしてました。いわゆるインターネット通販の印刷屋さんなんですけども、プリントパックはとにかく安かったです。で、当時3万円ちょっとの価格で同じ印刷ができました。つまりそれだけでも2倍ぐらいですね、価格が違うということになります。そして今ですね、A4 の両面カラー、1000枚でも2000枚でも、まあ、3000枚とか刷ってもどのぐらいかって言いますと、納期にもよりけりなんですけども、納期を1週間ぐらい見てもらいますとですね、6000円とか7000円で刷れるわけですよ。ところが1990年代、まだその当時は非常に印刷代が高かった。その頃、経営者をやってた方、おそらく頭の中に紙はとにかく高いと、紙媒体は。チラシなんか刷ったら大変だと。それに比べてネットは安い。メルマガもタダだとかね、SNS もタダだ。まあ、ホームページだって一回作ればうんじゃらこうじゃらってね、とにかくお金がかからない。と思い込んでる人もいるようです。ところがまた時代はですね、変わりまして、みんなが一斉にインターネット、ホームページ、SNS と言い始めて、リスティング広告がどうだとか、キーワード広告がどうだとか、今はですね、インターネットは非常にコストのかかる媒体となってしまいました。その反面、先ほど言ったように、紙媒体は非常にですね、安くなっています、今。ですので、今こそチラシ、紙媒体をですね、使ったらどうかなと、私の提案でございます。安いコストでですね、結構こういいものができる時代になっておりますので、もう一度紙媒体を見直してみてはですね、どうかなと。もうネットの世界はですね、半ばもうものすごい戦いになっています。そして結論から言いますと、やはりお金を持っている企業ということは大企業はやっぱり強いってことなんですね。まあこういう時代であるからこそもう一回紙媒体に目を向けて、コスト削減、そして、今一度効果的なですね、アナログ的な営業に目を向けてはいかがかなということでございます。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。